そうですね、もう本当に花下さんとはいろんな作品でご一緒させてもらってはいるんですけど、こんなにがっつり組むっていうか、エリザベートでももちろん相手役ではあるんですけど、まあ、死神なのでそんなになんていうか生々しいやり取りあんまりなくて、だからそういう意味ではこう初めてとは言わないけど、ここまで濃いラブストーリーをご一緒させてもらってるなっていうのはなんかやってて改めて思いますし、まあもう素晴らしい女優さんだっていうのはよく分かっているので、ご一緒できるのは本当に楽しいし光栄だなと。花下さん自身も、まあ、結構なんかそのやってる役によって普段変わられる方みたいで、エリザベートやってる時はちょっと近づきがたい感じがプライベートでもあるんですけど、今回はもうすごいね親しみを込めて、僕は花下さんって呼んでるんですけど、これ終わるまでには花ちゃんって呼べるんじゃないかなっていう。遅いよ、本当は稽古場の間にやるじゃん。そうですね、5回ぐらい呼んでるんですけど、やっぱちょっとまだしっくりこないけど戻っちゃうんですよ。僕の中で花下さんなんですけど、でもこのベートーベンを通して花ちゃんって呼べるようになるんじゃないかってくらい近づいてると思います。分かんないけど、どうですか。はい、そうですね、本当にモーツァルトの時は、まあ、姉と弟 でエリザベートの時は本当に黄泉の手を弟で、やっと今回こう人間らしいやり取りっていうか、その恋愛のやり取りができるので、今まで見たことない井上さんの全然距離縮まってないな吉尾君の表情、よっちゃんとか言ってくれるの、やっと独り占めできてるので、はい、今回本当にやっていて楽しいです。なんか照れ臭いみたいなありますよ。早いな。やっぱりそうですね、なんかこう、ね、長く知ってるけれども、ここまでのラブストーリーっていうのもね、ないですね、なかなかないですし、そうだな、でもなんかこう入り込めば入り込むほど演じる喜びがあるような作品なので、ここからが明日からスタートなんで、ここはどこまで行くかっていうのはなんか自分たちもわからないし楽しみだなと思いますね。はい、お願いします。チーズ、チーズ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあムーミンさん用に、まあ、正面あたりでちょっと手を振っていただく感じで、はい、ムーミンさん用です。はい、このまま30秒ぐらい撮らせてください。ムーミンさん、ありがとうございます。フォトセッションです。 OK、 あと10秒。